はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、玉泉錦です。ホームセンターに行ったら大量のハオル茶が入荷されていたんですけれども、その中にこの玉泉錦が入っていました。ラッキーと思って、なんとお値段がですね1400円、超安いじゃないですか。と言ってもこの玉泉錦、カメラで見てたらわかるように全然封入ってないんですよね。ちゃんとね、肉眼で見たらわかりづらいんですけど、ふは入ってます。地味ふってやつですね。やっぱり派手な方が、お値段としては高くなるんですけれども、地味ふなので、まあこんなもんというか、まあこんなもんでもないかな、多分安い方だとは思います。1400円なら、うん、でもそんなに、何万とかするような玉泉ではないです。ただこれって今回の入荷されている玉泉の中では当たりな方だと思うんですよ。要はアソート品っていうものの中に入ってたんですね。アソート品って何かっていうと、お店側が業者さんだとかに注文するときに、この植物が欲しいですって言って、注文するような場合ももちろんあるんですけれども、アソートって言って生産者さんのお任せセットみたいなものがあるんですよ。実はそういうものの中って、結構当たりなものとかが何個か入ってるんですよ。1割とか2割ぐらいで。エケベリアだったらカクトロコさんの苗とかってあるじゃないですか。ああいう何十個とか並んでいる苗見たことありますよね、エケベリアで。ああいうのがまあアソートってやつなんですけれども、その中に桃太郎とかみたいにちょっと人気の高いやつが、1割ぐらい入ってて。で、あとは、入荷されればほぼ確実に入っているような種類が、あとは占めているみたいな状態になって売られていることがあります。この辺はね、多肉植物ある程度、やってるっていう方は、なんとなく分かっていただけると思うんですけど、今回は、ハオルチアのアソートがあって、その中に、まあ、人気の高い系のものとかが入っていました。ちなみに、前にね、紹介したことがあるこちらの吉祥館錦、これもアソート品の中に入ってました。1700円だったんですけど、安い方だと思うんですよね。多分3000円ぐらいすると思います、普通に買うと。メルカリとかそういうのは別ですよ。店頭とかで買うと3000円ぐらいするもんじゃないかなと思うんですけどね。もちろんアソートっていうのは基本的には値段相応のものです。だから1400円なり1700円とかで売ってたら、だいたいそのぐらいの値段で買えるものがほとんどで、その中に1割とか2割ぐらいで、もうちょっと高い価格帯のものがポツリポツリと入ってるっていう場合があります。あとは人気がすごく高いやつですね。絶対ではないですけど、だいたいそんな風になってると思います。だからもし皆さんなんかお得に買い物したいなっていう方は、その場で周りの人にね、迷惑にならないんだったら、スマホとかで価格帯調べてもいいかもしれない。本当にね、手に入る一番安い価格を調べたいんだったら、まあメルカリでね、品種名調べるのが一番いいと思いますけれども、普通の通信販売で売られてるものの値段調べるんだったら、まあ普通に品種名打って通販とかって言って調べていただければ、値段って出てくるんで、それと見合わせながら買うのもありですよね。なんかちょっと転売ヤーチックな感じがしてあれなんですけどね。でもやっぱね、なんだかんだ言ってお得に買いたいじゃないですか。転売する目的とかじゃなくても。なので入荷したばっかりのアソート品があった場合は、そういうのもね、チェックしてみると、なんかバイヤー気分を味わえていいんじゃないかなと思います。バイヤー気分っていうか、何、買い付け気分っていうか、何がお得なのかなみたいなね、感じで楽しめると思います。はい。もちろんね、自分の好きなやつ買うのが一番いいとは思いますけどね。どっちにしようか迷ったとかっていう風になったら、価格で決定するのもいいかもしれないですし。まあ、そんな話でした。玉泉錦について知っておいていただきたいことがあるんですけれども、この玉泉錦というか、まず玉泉の話からしようかな。玉泉が一昔前に玉泉じゃないものが売られてたことがあったんですよ。どういうことかっていうと、玉泉の交配種を玉泉って言って売ってたんですね。例えば
このセイコとか、あとは似たやつでグリーン玉泉っていうのがあります。セイコが玉泉とレッズさんの後輩で、グリーン玉泉は玉泉とトゥルンカータじゃないかとかね、いろんな説があるんですけれども、はっきりとは分かってないです。そういう後輩種の玉泉を無印の玉泉として売ってた例があります。っていうか多分まだそういうのもあるのかな。一時期ネットで叩かれたりとかしてたんで、だいぶ減ったような気がしますけれども、要は玉泉とか万蔵とかがすごいいい値段になってた時だったから、なおさら叩かれたんですよ。そういう交配種をそういう値段の高い品種名でわざと売ってるんじゃないかみたいな。そう、見た目全然違うんですけどね。どういうところで見分けるかって言ったら簡単です。この窓、窓がザラザラしていて斜めに切れ込みが入るのが交配種です。ただし玉泉錦とかにも交配種があって、今回買ったこの玉泉が後輩なのかどうかはわからないんですけれども、見た目こうやって窓が普通の玉泉の形になっていたとしても玉泉じゃない可能性があるみたいなんですよ。っていうのは、斑入りの玉泉だとか万蔵を作るために別の斑入りを交配して、で出てきた子供って斑入りの、中間の形質を持った苗が出てくるんですよ。一世代目で斑入りが出てくるのとかっていうふうに疑問に思うかもしれないんですけど、斑の遺伝の仕方って結構いろんなパターンがあって、要はボケ遺伝するようなものとかそういうのがあるみたいなんですよ。僕もそこまで詳しくはないんですけど、母親に斑入りの品種を持ってくると、子供に斑入りが遺伝する確率がすごく高くなるみたいな。もちろん 100% ではないみたいなんですけどね。まあそうやって斑入りの品種を使って、ハイブリッドの、まあ、玉泉とかを作るんですね。で、そこに通常の玉泉を掛け合わせていくんですよ。で、それを何世代もやると、見た目が玉泉だけれども、一番初期にね、掛け合わされた斑入り品種の斑が継続されていて、見た目が玉泉錦とか、まあ、万蔵錦になるみたいです。オブツーサとかでもそうですね。キンビフォルミス系の錦、まあ、今日の花錦とかああいうものですね。そういうのを掛け合わせて、まあ、中間型の斑入りを作って、そこにさらにオブツーサをかけていって、見た目オブツーサの、斑入りを作るとか、そういうことがね、行われてるみたいなんですよ。なので、未完成の株であれば、玉泉っぽくない特徴とか、万蔵っぽくない特徴とか、オブツーサっぽくない特徴とか、そういうのを持ってるんでわかるみたいなんですけど、完成しちゃうともうわかんないみたいですね。で、見た目が玉泉だったら、玉泉錦としてもう売られちゃうみたいなので、自分の持ってるその玉泉錦っていうのが本当に純粋な玉泉錦なのか、玉泉から突然変異で出てきたものなのかっていうのは、なかなかね、わからないような状態になってるみたいですね。で、まあ、見た目玉泉ならいいんじゃないかっていうふうにね、思う人もいるかもしれないんですけど、見た目玉泉でも、一回でも違うものの遺伝子が入っちゃうと、遺伝子って基本的になくならないんで、純粋な玉泉ではないんですよ。で、見た目的にはまあいいのかもしれないんですけれども、やっぱこだわる人からすると、それってすごく残念なことなんですよね。これ人間に例えたものを悪く言う話とかじゃないですよ。あくまでも園芸の話とかでしてますけれども、まあ、例えばですけれども、まあ、紫オブツーサを持ってますよと。で、紫オブツーサの中で掛け合わせをして、より綺麗な品種を作りたいと思ってたとするじゃないですか。紫オブツーサ錦が売っていて、あ、じゃあ自分が今まで交配して、だいぶ綺麗なね紫オブツーサになったから、じゃあこれを斑入りにしたいからっていうことでネットで売られた紫オブツーサ本当にそうだと思って買って交配させたとするじゃないですか。で、生まれてきた子供も斑入りになりました。窓も綺麗です。あ、よかったと思ったら、実はその買った紫オブツーサが純粋な紫オブツーサじゃなくてキンビホルミスの血が入ってたとかっていう風になったら、見た目同じでもすごく悲しくなりません？だってそれまで散々自分が紫オブツーサにこだわってずっと掛け合わせてきたものが、それで
まあ、崩れちゃうっていうか、まあ、植物の場合親株があればね、またいろんなものと交配はできますけれども、なんかこう自分の楽しみにしてたものがね、崩されちゃうような感じになっちゃうじゃないですか。でそれがもしその買った紫オブツーサの斑入りが交雑種だっていうふうに知らなかったとして、で自分のところで生まれたオリジナルのその紫オブツーサの斑入り、それをじゃあ紫オブツーサとして売っていいのかってなると、本人は知らないですけれども、事実に反する名称で売ってることになるじゃないですか。これね、園芸だからまだなんか許される話っていうか、まあ、許されないのかもしれないですけど、そんな大事になる話じゃないんですよ。これクワガタとかそっち系の話になるとものすごい叩かれるんですよ。ボコボコに叩かれるんですよね、もう異常なほど。それも、そうでも自分で楽しむ分だからいいじゃねえかっていう風に思わなくもないんですけど、要はそれがじゃあ逃げられた時にどう責任取るんだとか、そういう話になってくるんですけどね。まあ話それちゃいましたけど、園芸っていうのは昔からその交配種っていうかね、いろんな種類で交配していくっていう文化があるからまだいいんですけれども、やっぱそれをやるにしてもちゃんとそのやったことを明記しておかないとダメだなっていうふうに僕は思うんですよね。皆さんどう思うかわかんないですけど、で実際今市場とかではそういう交雑種が出回っているみたいなので、今回こういう話をさせていただきました。まあこれがね良くないっていうふうに思う人もいれば、いや別にいいんじゃないっていうふうに思う人もいると思うんですけれども、もしこの動画ね見てくださってる方いらっしゃいましたら、まあ、純血か交配種かの明記の大切さみたいなものを考えてみていただけたらいいかなと思います。はい、というわけで今日は玉泉錦が安く買えましたというお話と、玉泉錦っていうのが実は交配種なのかもしれませんっていうお話をさせていただきました。もちろんね、すべての玉泉とか万蔵錦が、交配種だって言ってるわけじゃないです。メリクロンって言って大量繁殖していると、やっぱ突然変異が起きて不入りになることっていうのはありますので、そういうのが出回ってるとも思いますけれども、意図的にねそういうことを作ってた人がいるというか、作ってた時代があるのかな、そういうものらしいです。はい、というわけで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。